はい、今たった今ですね XBOX ブリーフィング終わりましたが、はい、なんといっても、まあ、サイバーパンク2077がすごい盛り上がりましたが、どうでした？盛り上がりました。まず、発売日、発売日4月16日、2020年、来年ですね。来年です。でもね、僕大体予想してた通りだったんで良かったです。来年の初め頃だんで、まあ、ギリギリセーフ、はい、ギリギリセーフ、ギリギリセーフ、いいですね、うんうん、と、まあ、あとは、はい、キアヌ・リーブス来ましたもう盛り上がりましたね。生キアヌが見えた、ね、ちょっとそれで嬉しかったもん。嬉しかったよ。私子供の頃からビル&テッドの大ファンなんで、キアヌ・リーズが同じ部屋にいて同じ空気吸ってるのはもう十分嬉しい、はい。まあ、あとはね、あのやっぱりゲームの中にも出てきた、ただ来たんじゃない、ただ来たキアヌ・リーズは出てきます、はい、でみんなね、キアヌが映った瞬間ゲームだけどもうそうだって、あーって出てきたらもっとあーってなって、はいはいはい、キアヌはねスピーチしたかったけど何度もねちょっと待ってちょっと待ってそう話するからっていう感じでね盛り上がったパリオンドゥーズみたいな感じで、うん、でね、はい、あのそのまあなんていうかね、キアヌが出るっていうのはまあある程度はねやっぱりマッチしてると思うんですよ、はいはい、やっぱりネオだし、そのサイバーパンクだし、だ、ね、あとジョンウィックだし、はいはいはい、やっぱりゲームと非常に相性がいい、まあ、キャラクターというかアクターだと思う。もうすでにこの同じ3でキアヌゲームがあるから、ね、ありますかね、ジョンウィックの、ジョンウィックの、はい、でまあその内容の方ですが、どうでした、うん、新しいトレーラー。あのね、今回、メインではね CG トレーラー、もうストーリートレーラーだったんですけど、とにかくピオンが多かったねF、 F、 F ボンが多かった、 F は多かった、まあ、ピーって入っちゃいますけどね、ピーって入っちゃって、はい、あとはまあこのゲームもちろん暴力的なともうすでに分かってるものだけど、はい、かなりねがっつり、ね、そうですね、結構ね、はい、今回近いところで殴り合うみたいなシーンがあったり、はいはい、いろいろありましたけど、まあ、主人公のキャラクターが前のトレーラーとは違ったキャラクターで、これカスタマイズできるんで、要するにみんな自由なの作れるんですけど、今回男性だし、はい、どうでした、ファッションとか格好とか。あ、まあサイバーパンクっぽ い、 い、まあ非常にパンクっぽかったですね、はい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 、髪の毛短くてちょっと刈り上げして入れてる感じで、確かに。で名前は、前のトレーラーと一緒に V っていう名前なんで、これはおそらくデフォルトネームになるんでしょうね。でしょうね、キャラメイクがあってそれでも名前がそのままついていくか、さあ自分で変えるかってこと、ね、分からないけど、ちなみにやるときなんていう名前にする、私ですか、デカードでしょ、デカードか、じゃあデカードにして、はい、結構おじさんにするの、はいはいはい、もうそういう楽しみ方もできますけど、はい、あともう一個今回のトレーラーでやっぱ注目すべきなのは、相棒のジャッキーっていうの、前のトレーラーにも出てきました、うん、一緒に暮らしてるいわゆるサイドキックみたいなやつなんですけど、今回そのジャッキーが車の中で死んじゃった、ね、どうするジャッキーかわいそうね、ジャッキーかわいそう、もうあう、はい、あこれをって言って最後にチップを渡しましたけど、あれが何なのかはよく分かんなかった、はい、あのチップは、まあまあ、巡り合ってるものだよね、なんかね取り合ってるやつね、そうそうそう、だけどまあサイバーパンク物語だから、死んだだけで本当に死んだか分からない、言えないよねそうですね、体移しとかもあったりすると思うけどね、はい、そうですね、うん、なのでジャッキーは違う形で戻ってくる、戻ってくるかもしれない、あのアルタートカーバンみたいな感じ、そうですね、あとはもちろんそのなんていうかストーリーがその分岐するんだったら、違うストーリーというかブランチではジャッキーは生きているかもしれないし、もしかして失敗したらジャッキーは死ぬかもしれないし、はい、その辺はねまだまだ展開わかんないですけど、うん、はい、まあちょっと短いあれだったんですけど、他になんか期待したい時ありますか、今回ので。今回 E3 でショーフロアでね、サイバーパンクのブースあるんですね、今回いろいろ多分新しくさらにさらにたくさんの映像見えると思うので、思うからね、うん、ゲームプレイは気になる、うんね、まあ、あとはね、ストーリーはいいんだけど、うん、ゲームプレイは見たい、メインのさ、コンベンションセンターのポスターがサイバーパークになってる、そうなんだ、見た、まだ見てない、まだコンベンションセンター行ってない、うん、ちょっとね写真撮ってみたいと思いますけどまあそんなところですかね、はい、はい、ってことで、XBOX ブリーフィングで、発表されたサイバーパンクについて、お送りしました、はい、では皆さんまた別の、タイトルの時にお会いしましょう、バイバイ、はい、バイバイ。 Wake the f*** up, samurai. We have a city to burn.